はい、皆さん、こんばんは。12月11日になりました。アドベントカレンダー2021、典型90全部 Python で解く。今日は41問目から44問目をやっていきます。では、まず41問目から。ピロン。パイルズ・イン・アット・コーダー・ファム。いきなり星ならですね。うん。アット・コーダー農園には N 本の杭があり、iPhone 目の杭は座標 XIYI のところに打たれています。 あなたはすべての杭を囲む塀を作り、塀の周上よび内側にあるすべての格子点に杭を打ちたいと思っています。長い塀を作るのは疲れるので、すべての杭を囲むような塀のうち、最も周の長さが短いものを作ります。はい。あなたが新しく打つ必要がある杭の本数を求めてください。ただし、杭の太さや塀の厚さは無視できるものとします。はい。 えっと、まずすべてを囲む塀の中で周長が最も短いものっていうのは、これは突法です。突法を取りましょう。これは点がたくさん与えられるので、突法を取ってくださいって書いてます。少なくともこの塀ってやつは突方ですね。突法になりました。で、えー、この塀の中にある格子点の数を数えてくださいですね。ちょん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 。はーい。えっと、まずですね、突法は、 まあもう土点系なのでみんな取れるでしょう。そうは OK。あの線形時間でやってもいいし、あ、だから線形時間じゃ無理か。ログで相当して、突放時代は線形で,で出すと。でしてもらって、えっ、ー、と、交渉点数えるパートですね。ここはまああ、まあ、あの、なんでしょうね。通学とかでも割とコラムみたいなところによく載ってる定理なんですけど、ピックの定理っていうのがあります。これを使いましょう。で、ピックの定理っていうのはどういうものかっていうと、えー、っと、 すべての頂点が、交子点上にあるような、えー、多角形。別に凸じゃなくていいです。多角形があったとします。で、これは、えっと、中に穴が開いてらしてないです。普通に行くとその多角形です。単純平曲線っやつですね。で、この時に、えっと、まず、この、円周、円周というか、この外周上にちょうど乗ってる交子点の数がありますね。まあ、これはアウターなので、オードを置きましょう。 で、完全に内側に含まれているような点もあります。で、内側、外側 O で内側を I と置きます。で、すると、えー、とこの時の、この図形の囲まれている部分の面積は何ですかって言ったら、実は O 足す2分の I-1 だったかなそうです。はい、合ってます。ん違う違う違う。合ってるうん、逆逆。あの、 二分の五です。二分のはい。外側が、まあ、外側ってなんかね、三角形の、なんか、切られてる分だから、まあ、半分ぐらい効いてきそうなん、って感じなんですよね。内側は、もろに効いてきて、なんか一個余るって感じです。はい。で、これはもう、まあ、覚えちゃ、覚えちゃってください。覚えちゃってくださいって、もう、なんか内側と外側対足したら大体面積になりそうですよね。で、外側はちょっとなんか、全部は効いてないから、二分の五ぐらい。で、なんか位置ずれるんですよ。で、位置ずれるところの、ここはまあ、忘れてもよくて、なんか、こういう計算したら毎回位置ずれるなと思ったら、ここの、の補正する項を追加すればいいです。 で、あの、ここを思い出せなくなったら、普通に 1×1 の正方形を思い出してください。2分のを引く1が面積の1です。はい。で、えっと、これの、まあ、嬉しいところ、この定理の嬉しいところっていうのは、えっと、面積が求まるところというより、面積はね、簡単に求まるんですよ。面積はすごく簡単に求まる。だから、イコール S なんですけど、S はこれ簡単に求まる。で、えっと、O。O もまあ、少ないんですよ。O は少ないですね。外周上に乗ってるのって少ないんです。あの、1次元。 だから、量的には。すごい全体の面積のルートぐらいしかないわけですね。で、問題は i で、i はまあ、でかいことが多いと。i はでかい。だから、i を求める式だと思うといいんですね。i イコール、s ひく2分の o 足1と思うと、右辺は計算しやすくて、て左辺は計算しにくい。っていう風になって、まあ、すごく計算量的な意味で嬉しい定理になります。実際、今回の問題もそれですね、えー。突方を取ります。突方を取ったら、えっ、ー、と、この、 面積を求めるのはすごく簡単です。あのー、原点からのこう、順番に各辺について三角形にこう分割していって、で、この三角形の面積は符号付き面積で考えてあげると、ちゃんとここが差し引かれて、ここの面積が求まります。だからこれは本当に外周の辺の数だけでのオーダーで求まります。S はすぐ求まると。まあ、外積、外積取ってねーって感じです。振りまくりですね。 で、O なんですけど、O も簡単で、えっ、ー、と、まあ、なんかある辺があったとしましょう。辺があります。両方、こうしてんです。例えば、A, A 下がって B、B 右に行くとしましょう。この時、この上にある更点の数いくつですかってことなんですけど、まあ、一番短い、一番先に来る更点を見つけましょう。そしたら、ま、こういうふうにですね、同じのがこう、反復されるわけです。で、 で、ここにあるのがまあ G 個あったとしましょう。そうすると、た、高えっと、ここっていうのは G 分の A 個ですし、ここは G 分の B 個なわけですね。で、この間には他にはないってことなんで、これ実は G は GCD の AB になります。だから、この上にあるのっていうのは、えー、GCDAB 個。 になります。ま、あ端っこの扱いどうするか、ま、あ任せるんですけど、まあ、基本的にはぐる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 回って、あの、始点だけ数えて、終点だけ数えないようにしとけば、あの、全部足すと全部数えられますので、GCD の A、B をどんどん足し合わせていってください。で、A は符号、A とか B の符号は割と何でもよくて、まあ、ちゃんと絶対値とって、正の数にしてあげれば、答えが求まります。はい。というわけで、そういうふうにして、外積取って、中取ってっていうふうにってピックの定理で求めてあげましょう。でも、意外と一番難しいのは、 その部分かな突うはまあ何回も書けばすぐ書けるようになります。では僕が書くところを見ていてください。はい。まずですね、えっ、ー、と、ポイントもらいましょうポイントは、タップルオブ、えー、マップのインーのインプットドットスプリットのですね。はい。そう、なんとかインレンジ N です。はい。では、えっ、ー、と、まず X チッでソートしましょう。えー、ポイントドットソート。 であとは順番に見ていって、上側突歩と下側突歩を取っていくって感じなんですけど、まあだから突歩だ、コンベックスハルっていうのを作ってあげて、まあ、空っぽですと。で、えっ、ー、と、for, ポイント x, y, in, ポイントあーどうしようかな、一つ前の点とか見るんだっけ見ません。大丈夫でした。ポイントってやってあげて、えー、これを順番に追加していきましょう。<laughs> if, コンベックスハルがなんか空っぽだったりすると、あ、だから、えっ、ー、と、だから、まず、あれですね、こう、コンベックスハル取るときにやることっていうのは、 まあなんか今突放が分かってます、ここまでの。で、新しい点を追加しましたってなったら、ちょうどいいところまでこう削ってあげることですね。パン,パンパンパンって。で、これどうすればいいかっていうと、今終点とその一つ前の頂点を取った時に、ここがこう、こっちの向きになったらダメですね。今、こういう風に突放を取りたいと思ってますから、まあどうしたらいいんでしょうね。こ,う、まあ、こ,こっちカウンタークロックワイズになってたらダメっていう風に判定しましょう。で、これも外積で分かります。で、コンベックスハルが来ました。えー、コンベック あで,で、コンベックスハルに入っている数が少ないときっていうのは、えっ、ー、と、無視できますから、ホワイル、コンベックスハルのサイズがちゃんと2個以上あって、えっ、ー、と、1個しかないときは次の追加してもらう凸ですよね。2, 2個あったときに3つ目追加すると凸じゃないことがあるんで、2個以上あるときだけ凸チェックをしましょう。あって、アンド、えっ、ー、と、何しますかコンベックスハルの1個前と、コンベックスハルの まあ2個前と、あなた。だから、1個前、2個前、あなたですね。あなた。これ、あなたって書くとね、リズム天国みたいですよね。で、この順番で、これはクロックワイズか。じゃあまあ、クロックワイズでいいや。えっ、ー、と、ポイントしかも、X、Y に分ける必要はあんまりなかったので、P にしといて。はい。これが、これがカウンタークロックワイズですか。カウン、まあ、クロックワイズ。 じゃなかったらですね、カウンタークロックワイズじゃなかったですね。カウンタークロックワイズなら OK なので、クロックワイズになってたら、あ、そう、カウンタークロックワイズクロックワイズって言ってますけど、これは日本語で言うと、クロックワイズが時計回り、カウンタークロックワイズが反時計回りですね。カウンターは逆って意味。はい。で、だからこれがカウンタークロックワイズじゃなかったらですね、クロックワイズかもしくは一直線上にあったかってことです。この時は、えっ、ー、と、もう、その、一つマイナスいらないので、ポップしちゃいましょう。コンベックス、ハルドットポップ。 はい。で、そしたら最後に、コンベックス、ハル、ドット、アペンド、P、してあげれば、上が外方の完成です。で、えっ、ー、と、まあ、あカウンター、クロックワイズ判定器は、ま、後で作るとして、えっ、ー、と、今度は逆向きにやっていきましょう。ポインツの、マイナス1。で、いいんだけど、えっ、ー、と、マイナス1の人はもうやんなくていいから、マイナス2からやってくださいっていう感じです。はい。ホワイル、レン、コンベックス、ハルが、うんたらっていうのがあるんですけど、えっ、ー、と、これは、 最後の人だから、まあなんか今,今のサイズ、えっと、アッパーサイズを、レン、コンベックス、ハルドしておきましょう。アッパーサイズがわかりましたって言ったら、えっと、アッパーサイズわかりました。はい。で、次、なんか新しいの追加するときに、すごくこう、すごくこう、どんどん剥がされてときに、どこまで戻るかって言ったら、で、さ一つ前の人が、えー、っと、赤い人というか、このさっきコンベ、 上,上向きのやつで取った人になったらダメなので、つまり、でコンベックスハルのサイズが、アッパーサイズ以下であるあ間はあ、ちょうどそれになったら終わりですね。レンコンベックスハルが、えっと、アッパーサイズより真に大きいときだけもう一回コンベックス判定しましょう。はい。で、コンベックスハルドットポップして、コンベックスハルドットアペアンドします。ですると、最初と最後が一回ずつ多めに数えられるので、ポイントドットポップしといて、チェコンベックス。 コンベックスハルドットポッツすると、コンベックスハルの完成です。で、あとは数えるだけですね。インナーとアウターを数えて、エリアも数えましょう。えっ、ー、と、まずエリアなんですけど、えっ、ー、と、あだからまずコンベックスハルサイズは、レンのコンベックスハルサイズです。n にしましょう。めんどくさいので、n にで、さ、はい、for, あで、エリアはゼロで、インナーもゼロで、アウターもゼロはい。で、えっと、これなんだっけちょう、ちょうど、えー、っと、辺の衆生および内側にあるすべてのコーヒーに食い移いたいってことですね。だから、まあ、ま、すでにある頂点だけ抜かして全部数えるってことですね。じゃあ、まず、えー、っと、エリアを数えます。4を、i in range n。n はコンベックス、春のサイズです。 コンフォワインレンジ N、えっ、ー、と、Now はコンベックスハルっこコい Next はコンベックスハルっこコいはい、ダス1割ることの N の余りですね。で、あとは、まず、エリア、プラスイコール、んクロス、Now、えっ、ー、と、Now Next でいいか。はい。で、えっ、ー、と、 クロ,クロスはマートで定義しますが、で、えっ、ー、と、インナーじゃなくて、アウター、アウターですね。アウターとか、集上にあるやつね。集上にあるやつってのは、プラスイコール GCD の、あー Now Now 違うーナウカッコゼロ引くナウカッコ一じゃじゃょい、ネプストカッコゼロナウカッコ一引く、ネプストカッコ一みたいな感じですね。まあ、アブスつけておきましょう。これでよし。はい。 これでできました。はいはいはい。で、最後に、インナーは、ピックの定理より、お先どっかに書いたね。えー、っと、どこ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 。あったここ。インナーは、エリア引く、アウター、割る、に。アウター、偶数個になるのあー、そっか。えー、っと、エリアが、そもそも整数とは限りませんね。で、エリア、クロス席にしてるんで、クロス席にしたら2倍になっちゃうから、 まあ全体的に2倍にしておきましょうイ。インナーは、えっと、本来はこうです。でも今、エリア2倍になってますから、エリア2とかにしておきましょう。まあ、全部2倍しましょう。インナーかける2イコールイコール、エリア2ひく、アウター、プラス2とかになります。はい。で、インナーはやっぱり整数の方がいいので、ここはこうしておいて、右を2で割ると。これで OK ですね。 で、えー、っと、プリント、インナー、プラス、アウター、引く N。N 個は最初から打たれています。ああ、ちょっと待って。杭の上に、そもそも打たれてること、あ、そっか。宗上の、なんか頂点じゃないところに杭が打たれてることがあるので、これは何かっていうと、えー、ピこれだ、こう、こう、突放取るときに、宗上にあるやつは取り除かないようにしないといけませんね。だからここは、カウンタークロックワイズじゃなくて、クロックワイズのときに、 カウンタークロックワイズじゃないときに取り去るじゃなくて、クロックワイズじゃない、クロックワイズのときに取り去るというふうにしないといけません。ので、そうしましょう。はい。さあ、じゃあ、あとは、えー、っと、何エリア。あ、エリア2はエリア2ね。はい、で、GCD とかなんとかいろいろ求めていきましょう。えっと、まず、GCD はすぐですね。はい、デフ、どれぐらい上に書きたいのかなはい。デ GCDXY をさっさと書きましょう。ifX イコールゼロリターン Y リターン。 gcdy%xx パーセントですね。はい。で、def cross, cross 的ですね。えっと、p1, p2 ってのがあるんですけど、p1 dot かける0、あ、p10 かける p2 かっこ1引く、p1 かっこ1引く、p2 かっ、あかける p2 かっこ0ですね。はい。で、これをリターンしてあげましょう。で、最後に def c l o c k w なんですけど、えっと、p、 0, p1, p2 があります。で、p1 括弧コ0マイナスイコール p0 括弧コ0みたいなのをどんどんやっていきます。こう、こう、こう、こう。4つしかないよね。p1, p1, p2, p2 にしいて、01, 01, ここも 01, 01です。はい。で、あとは、えっと、リターン、クロス、p1, p2 が、まあ正確かどれかなんですけど、それは、 ま、どっちでも、まあ、一旦こうしといてね。あとで違ったら逆にそれでいいと思うんですけど。あのー、まあ、ちゃんとやりたかったら、適当に例を手元で作って試してみてください。はい、じゃあこちら答えはどうなるんでしょうか。うわ、なんか怒られた。タプルオブジェクト does not s u ア p o r t ン t ン m ああ。まあ、そっか。まあ、そっかなんだけど。っていうか、えー、っと。わかった。えー、っと、PPA イコール。 こういうふうにしていきましょう。p1 かっこ1ひく、p0 かっこ1。こうね。まあ複素数とか使い物が早かったかもしれないけど、まあいいです。はい。で、こうしといて、p2 引く0、p2 ひく0ってやって、pa、pb ですね。はい。17。やった合てたーなんか符号の向きも合ってたと思います。はい。まあそう、やったんですよ。本当に。これは、今、当てずっぽうだったんで。 599. よっしゃ。はい。次は、4828。うわ、なんかちょっと多い。ちょっと多いけど、集中にあるんじゃない集中にあるんじゃないんですか集中にあるんじゃないのかなと思います。えー、っと、集中にあるんじゃないかなと思うんですけど、クロックワイド判定だもんね。集中に、あったときは取り除かない。 ああ、ちょっと待ってよ。まあまあいいや、ちょっとこれ、これ、こ,この図グッと見てなんかなんとかなんないかな。まあいいや。はい、ちょっとこの30のやつを一回解いておきましょう。値がどれぐらいずれるか。なんか、意外としっかりずれるな。1204170558998。7つ、7つ多いな。7つ多いです。まあここまでくればね、もうね、特にだいぶ合ってるから、 まあ多分、集中のやつの扱いを失敗したんでしょう。ちなみに、これ、クロス逆にしてみたらどうなるうん、なんか変なことになるね。向きもおかしいし。まあ、でもそっか。えっ、ー、と、今、符号付き面積をどの順番で求めようかなと思ってるかっていうと、まあ、この順番で求めたいって言ってるんだから、この順番っていうか、符号,符号付き面積が、そのクロス、 クロス席が正になる方向に取りたいって言ってるから、そうじゃない方向に、そういう方向に並ばれたら困るわけですね。だからクロスが0より大きかったらっていうことになるわけです。それはそうなんだけども、えーと、なんか、なんか違うみたいです。何が違うんでしょうか。ちょっと今のところ検討がついておりませんが、ポイント相当したのはいいよね。GCD0 と取ってもいいよね。で、コンベックスハルドとポップとかちゃんとしてるもんね。 天の数は1個とかの例はまだなかったからよくて。えー、天の数って3以上だよね。うーん、17。さっきの変なやつ。変なやつ、これですね。4828をちゃんと眺めてみましょう。はい、で、4つ多めです。さあ、じゃあ、えっ、ー、と、コンベックスハロー順番にプリントしていきましょう。うお、ナウがない。ナウは定義された後に、 ししましょう、はい、すると、46、62、1、72、97、48、99、73、34、75だそうです。あ,あ、ちょっと待って。っていうか、あれか。内側に杭あるのか。そっか。だから、こうだわ。内側も外側も関係なかったわ。そっか、そっか。おー抜かった、抜かった。別に何でもよかったです。まあまあ、何でもいいので、何でもよくなりました。はい。 あ、あっるんじゃない ?988、988。そう,そうそうそう。よし、じゃあ、プリント。消して。OK、じゃあ、クリップドットエゼ。うーんと、これ041ドットパイですね。えー、まあ、なんか相当1回するぐらいなので、それ以外に難しいことしてないし、点の数も少ないから、これは、Python で大丈夫でしょう。で、なんか、一直線に並ぶときとか全然考えてないから、ちょっとどうなるか知りません。が、多分大丈夫でしょう。まあ、ロングアンサーが1個か2個出たら、ちゃんと考えます。 大丈夫そうですね。はい、AC です。ありがとうございます。まあ、今回はちょっと軽めの星7でしたね。はい、じゃあ次42問目。マルチプロ p l 9。星4つです。0以外の数字のみを使って書ける正の整数 X のうち、以下の条件を共に満たすものが何通りあるかを求め、10の9乗プラス7で割った余りを出力してくださいと。X は9の倍数です。で、X を10進法で表したときの各桁の数字の和は、K。 はぁ、あ。なるほど。えっと、あのー、うん、わかりました。わかりわかりましたというか、まず、x が9の倍数。x%9 イコール、イコールゼロっていうのは、えっと、あるものと同値で、それは、x を受信法で表した、えー、相は、桁の、 データーの総和を9で割った余りが0。てか、ま、この、この x とこれのモード9が一致するんですよ。なぜなら、その9というのは10-1だからです。はい。で、これ、えー、と、なので、今回つまり、まず k%9 イコール0かどうかっていうのが、えー、x は9の倍数と同値なので、もう k を見ましょう。で、k が9の倍じゃなかったら0って言えばいいです。で、あとは、 あとは、k をですね、何桁かに分けるわけですね。で、それぞれ1桁、1位から9の数字にこう分けていくわけです。で、まあそういうとき何個になりますかっていう話ですね。はい。まあこれは何、DP でもなんかしてあげればいいんじゃないのって思います。えっ、ー、と、合桁目で、合桁目までで相和がほげのやつ、みたいなやつを作ってあげればいいかな。本当にちょっと、あれだな。 普通に、総和が保源になるやつは何個ありますかでいいですね。何桁かはもう関係ないから。総和が保源になるやついくつありますかってやったら、総和、えー、っと、dpi, dps は、えっと、総和が s になるやつの個数。で、してあげると、dps イコール dp s-1 たす、点点点の dp s-9 ですね。これは最後の桁が何かで場合分けしています。で dp0 は0という風に初期条件してあげれば OK。はい。で、これは連続しているからなんか芋スポ使ってもいいけど、まあ高たか,たか10個だし、なんか本当に計算してあげてもいいと思います。042.py。dp テーブルを。はい。じゃまず mod は10の えー、10の九乗足す七。はい。で、DP は、えっ、ー、と、まずゼロかける k。あ、k がないわ。k イコールリントのインプット。はい。まあ、k プラス一でいいか。はい。で、DP、カッゼロイコール一です。さあ、for in range。まあ、s にしておきましょうか。今回相談なので、s in range。あー、ちょっとね。まず、i f k 九ノットイコールゼロ プリントゼロか。はい。で、エグディトです。はい。これだけ挟んでおいて、まあ、あとは心置きなく K を1以上9以下に分けていってあげましょう。はーい。で、えっ、ー、と、こう S in range i1 から K プラス1未満、えー、K 以下までってやってあげて、で、for digit in range 1からま12、あ、万までやりますね。で、if S-d が 06p なら、dp かっこ i プラスイコール、DP 括弧 S プラスイコール DP 括弧コ S 低 D ですよってしてあげて、まあ、最後に DP ーセン S% イコールモードとしてあげればいいでしょう。こうやるから。はいはい。で、プリント DP 括ッ K です。はい、できました。まあ、すごく基本的な DP ですね。はい。じゃあやっていきます。1は0。そうですね。234は なんか合ってます。よし。まあ、こういうのはもう合えばこっちのもんです。クリプトテークズ 042.py。python でいいでしょう。python だよ。pypy じゃないよ。python だよって言ってあげて提出します。はい。まあ、これはイチコロちゃんでしたね。さあ、どうでしょうか。たくさんテストケースありますね。まあまあ、そっか。数え上げって本当にたくさんテストケース作りやすいですからね。 さあ、どうでしょうか。まあ、順調ですね。AC です。はい。じゃあ、43問目。Maze Challenge with Lack of Sleep. 星4つ、えー。縦 H マス、横 W マスのグリッド上の迷路があり、上から I 行目、左から J 列目のマスを IJ とします。マス IJ は SIJ イコルシャープの時壁で、ドットの時壁ではありません。あなたは上下左右に隣接する壁でないマスへの移動を繰り返して、マス RSCS から RTCT に移動したいです。 ただし、移動する方向が変わる回数が多いと脳が疲れてしまうため、好ましくありません。えー、また、迷路の外へ出るような移動は許されません。移動する方向が、えー、変わる回数の最小値を求めてくださいと。ちょっと今ね、間違ってブラウザのサイズを変えてしまったので、お見苦しくなってるけど、はい、元に戻しました。はい、ちょっと変わってますね。普通迷路って言ったら距離を最小化してくださいみたいなのがスタンダードな問題だと思うんですけど、今回は、 えー、曲がる回数を減らしてないってことで、まあ、こういう例だと、5、1回、2回、まあ、2回し曲がるしかないですね。はい。これは0回の曲がりでいけるよとか、まあ、いろいろあるわけです。はい。まあ、これも簡単で、えー、っと、よくね、頂点、まあ、こうめ迷路でやるときっていうのは、えー、頂点自体に、えー、頂点自体を マス自体を頂点としてこうグラフを作ってダイクストラなんかすると思うんですけど今回はそうじゃなくて、えーっとまあ、やり方としてはまず変語頂点にしてあげてもいいですし、えーまあ、変語頂点にすることとほぼ同値っていうか、まあ、全く同じなんですけどこの頂点で今右向きとかこの頂点で今下向きみたいなのを覚えておきますで、えー、っとある頂点で下向きだったらその下の頂点でまた下向きに行くのはこれはコストです。 ゼロでいけるとし,ましょうで逆に、えっとで、で、向きが違う方向に向きたかったら、まず、ある頂点で下向きから、ある、同じ頂点で右向きとかに変えないといけません。で、こういう時はコスト1かかるようにしておきましょう。っていう風にすれば、もうあとは、ここから、ここにえ好きな向きでスタートして、好きな向きでえ終わってください。で、その中で一応短いのを教えてねっていう感じになります。 はい。じゃあ、そういうのを作りましょう。えー、頂点の数が10の6乗個。あで、4倍するとちょっとでかいねって感じだけど、まあ、仕方ないか。はい。えー、っと、うん、ちょっと怖いな。ちょっとこう。えー、っと、で、まあ、10の6乗個あるから、ダイクストラーできなくても、01BFS をするしかありません。01BFS 簡単ですよ。なんか、0だったらさっさと進んで、1だったら後で進むって感じなので。 ななんか別段超難しいことではありません。はい。で、043ドットイですね。えっ、ー、と、h と w イコールマップの int の input.split という風にしてあげまして、次なんですかえっ、ー、と、r ス rs, cs イコール同じ。えー、rt, cd イコール同じ。で、s は、s は普通に文字列がたくさん来るから、s イコール えーっと、input, for なんとかンレンジ何、高さ1か。はい、こうですね。いきました。じゃあ、辺を作っていきましょう。えー、っと、ま頂点、頂点のインデックスを簡単に出せるようにしておきましょう。デフインデックス、まあ、ij のところは、return i かける w プラス j にしておきましょう。 はい。で、えっと、for, i, in, range, h, for, j, in, range, w. ってことは、これ、あれか、rsts とかって、rs とか rsts って、これ、1インデックスだから、ちょっと1引いておきましょう。入力の瞬間に引くのが、ミソです。こうですね。rt, ct, ct, く t ですと。はい。では、何をするかっていうと、こういうことして、えー、なんじゃいえっと、if、 i プラス1が、あ、だ各頂点、そっか、各頂点につて向きがあるからダイレクションをつけてあげて、で、さらにこ,これ4倍して、d でね。はい。で、ダイレクションなんですけど、dx イコール 0, 1, 0, マイナス1とかしておきましょう。で、dy はそれを1個ずらしたやつね。 で、まあ、それぞれが何も聞か僕はよくわかりませんけど、えっ、ー、と、そういう方向に向きをつけておけばいいかなと思います。for, d, in, range, for,、えー、dx, かっこいい d と dy, d ですね。だから、new x は dx, d、e、だし ,new y は dy, d, d あ、i プラス、そうか、new i, new j ですね、はい。はい、こうしときます。 で、if,、N、ni が0よりきっちゃいとか or ni が 1,、まあ、6キーとか nj が良くないとかね、そういうのがあったら ,continue なんですが、そうじゃないときは変を作ってあげましょう。はい、h かっこインデックせ i, j, d.append から えっと、インドの、はい。nijd n J D に行けますよっていうのですね。はい。こうか。はい。で、えエッジはまぁ後で作りましょう。エッジは、エッジイコール、なんか空っぽっぽなんとか、レンジ、いくつですか ?4×h×w ですね。で、えっと、まず、あと方向転換をしましょう。 高電管なんだけど、どうしよっかな。4C に全部作る。作るしかないか。それだと10の7乗ぐらいになっちゃうんですよね。ちょっと重たくて。まあ、パイパイに祈る。パイパイさんに祈りましょう。明示的に変作んなくていいのかな。いや、まあ、どの道やるかな。はーい。えー、っと、えっ、ー、と、 1、カッコ、インド、あどう,うどうしよう。4、4C には、6か。じゃあ6個作った方が早いな。なんか、スーパーソースみたいなの作って4、4足すようにすることもあるんですけど、4C の方がちっちゃかったです。と、4C じゃないな。4、4P2 だから。4、3、12か。まあいいや、12ぐらいならいいや。 4d in range 4 4d2 in range 4fd イコールイコール d2 コンビニューして edge カッコインド ijt あ、だから edge, edge 1エッジ0と edge 1を作りましょう edge 0は無料の辺です edge 1は有料の辺1円かかる辺です。ヘです edge1 ijt.append えっと in in ij d2 です。まあ、普通にこう、i in で実数して d2 イコール d プラス i 4とかしてあげい,いのかな、はい。これはこっちで1から4か。はい。ここです。はい、できました。ちょっと、でかいね。さすがにでかかった。はい。で、エッジ0もあるし、エッジ1もあるし、こんなのんでいいでしょう。はい。じゃあ、あとは、 dfs かなと思ったんだけど、ちょっと、えっと、スタートとゴールしましょう start。start, ゴール h かける4かける h かける w です。で、ゴールは、スタート、プラス1です。というふうに作ってあげて、焦点も1個ずつ増やしてあげましょう。何するかっていうと、 ここですね。if i equal, イコールイコール uh, えっ、ー、と r まあ ij, if ij イコール rs, あ、そういうのやめて、普通に 4d in range 4ってやってあげて、えっ、ー、と、エッジ括弧インド、インドじゃないわ。スタートから、アップエンド、インド、えっ、ー、と rs, cs, d。好きなあの、スタート地点の好きな、 方向にスタートっていう頂点から自由に行けますよってやつですね。無料で行けますよと。で、えー、逆もします。ゴール、ゴール地点の、えー、頂点から CTD の好きな方向からゴール自体に行けますよってしてあげれば、スタートからゴールの距離を求めるのは終わりです。で、あとは、えっ、ー、と、まあ、01BFS をしていきましょう。Q ってのを作ります。ああ、Q はまあ、 from, collections, import, で q しましょう。で q はもうなんか全部つできるんで、q イコールで q というふうにしておいて、で、pop, pop, pop left とアップノだけするようにしましょうか。ま、あどっち向きでもいいんだけど。こう、i。で、えっと、dist 配列作るか。dist.distance イコール、 インフィニティかける4かける H かけ W、たす2みたいな感じか。あで、インフィニティとは別にカムを作んなきゃいけなかった気がする。そうだっけえっ、ー、と、なんか 01PFS って後から更新されることがあるないか。ない、ない気がする。ちょ、ちょっと怪しいけど。はい。で、インフィニティは10。 の、なんか、行動とかにしといて。はい、q イコールデックです。さ、あ、で、ディストあ、で、q 急にスタートでね q.append, ドスタートはい。で、えー、っと、ディストカッコスタートイコールゼロからスタートです。で、終わる連、q が0に置き合いだえっと、now は q.pop ポップスタート、えー。ポップレフトか。はい。で、if this とか、now がもうなんか、インフィニティよりちっちゃかったら、コンティニューしてやって、えっ、ー、と、for to in edge now かな。えっ、ー、と、どうしたらいいんですかね。えっ、ー、と、今ね、テレビが勝手について困ってるので消していきます。 はい。えっ、ー、と、じゃあ、気を取り直して、えっ、ー、と、for to in edge, now. えーと、なんだっけ。で、あ、あそっか、まず、edge0 を先にやりますね。edge0 now して、dist.now.popfront.front? お今度はこっちが消えちゃった。はい。で、dist.now.popfront。ん、じゃあ、じゃあ、push append.left. to です。ア d d if, this とかここ to が this とかっこ now より大きいときに、そういうことします。disc とかここ to は this とかっこ now です。こうしてください。って言って。で、えっ、ー、と、次は、エッジ1に関してもらうこと,ことやりますけど、今度は、プラス1がっていうことなんで、で、今度はポ、アペンド、普通のアペンドをしますね。はい。 で、最後に、えっ、ー、と、プリント、ディスト、カッコゴール、してあげれば、オッケーです。はい。Python 3043で、Py。これでよかったかなま、あなんかゼ 01BFS って、ちょっとだけ厄介なことがある。あ、うリスインデックスアウトブレンジ。インデックス見ると、H、インド。は、ね、い。えっ、ー、と、h × w け四。4 ぐらいにしかならない見た目をしておりますが、違うんでしょうか。まあ、えっ、ー、と、こういう時はだいたいプリント、これを押してあげれば、39、39か。3×3×4 は36だから、と大きいですね。なんでそこまで行くんだろう。えっ、ー、と、 i, j, d.3,0,3 だそうです。3×w が9で、9×4 が36で、d が。あ、そっか。うん ?3×3。三なんで3にいくんだろう。これって3はないはずなので、0インデックスが壊れてますね。どこしたのかなえー、っと。 インデックスインド i, j, n, i, n, j とかなんですけど、h 以上 w かとかはコンティニューしてるはずなんだけどな、プリント i, j, t 早速 i が3になったりしてますね。えー、でも h は h さんでしょ i は3にならないはずなんだけど、なぜか、ああ、ここでファイ i を使ってるからだ。 td, d のディフェレンサルでこうですね。はい。はいはい。で、何言われてますけど、dist start ススイコール0。dist start, ススタ,タートは、ここにです。はい。んスタートスタートはスタートこれでしょ ?4×h×w でしょえー、っと、d、あ、dist こうだ。はい。 おう、で、なんか、インフィニティが出てしまった。はい、ディストスタートイコールゼロです。えっと、プリントツー。ま、ていうか、プリントなウここなウとかしてみましょうか。はい。こうしといて、ええ三十六ゼロ。三十六スタートなのか。スタート。 スタートって、あ、ま、あそっか、36スタートで、リストナウが0です。まあまあ、そうはいいでしょう。その後はないのか。え、ね、プリント、プリント IJD。なんか、ちゃんといろんな辺が引かれているはずなんですが。 うーんー、聞こえてるよね。あ、インド、ij, d, インド、ni, nj, nd を出力し、d か、はい。出力してみましょう。ゼロからはあれはロどっくにも伸びてないな。まあまあ、ロに行かないのはいいんだけど、スタートの人は他にもいろんなところに行ってるはずなんですよね。 36なんかあ更新で9個です。ディストかっこれは大きいです。ああ、そっか。これはこキーこーです。これはこれです。こ今ああそっかこれこれ違うなはいこ、こうです。これはこれです、ね。これはこれです。これはこれけどこれはこれです。これはこれです。これはこれです。これはこです。かそうそうでじゃなくて普通にこれはこれです。これはこれです。これきましでう で,で、Q に、えー、ポップレフトする、アペンドする、こうですよ。Now とかじゃないですよ。はい。で、まだダメか。ええー、と、0、ね、ゼロプリント、NowDistNow now がこうなってます。で、ゴールって37番ですよね。 で、えっと、16、19、2、2があって、まあ、それはとてもそれっぽい気がするんですが、これって1、2、3の1、2ですよね。三、えー、3、2の1とかだから、2の2ってのは何かっていうと、2、3が6、たすに8かける4は32。32とかに来てほしいけど、16とかに行っちゃってるな。16って何でしょう。16って4で割ると、4だから、4か。4は、 一一ですね。一一でにななんか変ですね。うんと。あ,あ、そっか。向き変わるやつとかは、後でやってくれって感じだ。こうすると一になっちゃって、一はまあ違うけどね。一は違うけど、 1>, 1かなんで1なんだろう ?32?37?37 37は ?371?371 か ?37 どこから飛んできたんですかえっ、ー、と、2、まあ。2 now。プリント、now2。まぁ、if2 イコールイコール37みたいなのを。 仕込んどきましょう。ここと、ここに。おで、なんか、X。こういうの仕込んどいて、あった、33から来てますね。33って何 ?33 は、えー、4で頭割りが、え読んで割ると8なので、8ですね。8の人って、2のいいじゃないですか。二の二の、 2の2から来てますね。33が1なのか。で、33で2の2の1で、1の方向ってどっち ?1 の方向って、x が1増えて、y が0増える。だから、えー、右方向ですね。うん、それは合ってる。うんと。ちゃんと曲が、曲がれてないのかな曲がるとき1増えてる。ちゃんと。えっと、エッジ1。だね、dd の人。 は、11増えますよねって言って。で、えー、と、場所的にはこれこっち、こっちですよね。はい。最、は、高、い、で、まあ、これはいいとして、一か。なんで違うんでしょうか。えー、745、1729。 なんか巻かれてない気がするんですよね。G、D プラス DT%4。IJD2。うん。H1。H1 の場合は、ポスト1増やして右に追加してるんですよね。ポップレフトだもんね。合ってるね。 うんじゃあ33にはどっから来てるのかを見てみましょう。21から来てますね。21って何ですか ?4 で割ると5だから1、1の2ですね。1の2って言ったら、あこれ x は逆になってるのかな。まあ、ん,んはいかける4。パス J。1の2か。1の2か。 一の二って言ったらこのシャープですよ。あれ、シャープとか使ってないか。確かに。確かに確かに。今今、今のところシャープ使ってませんね。えっ、ー、と、ってことは、あれだ。えっ、ー、と、if s カッコ i j がシャープだったら、continue しないといけない。はい。し、if s カッコ n i n j リコリコリシャープだったら、コンティニューしないといけない。そういうことか。それは一回でいいわ。おお、大変なことだった。はいお。2になった。嬉しい。はい。これは ?0。これは ?5 ですね。じゃあ、ちょっといろいろ直していきましょう。はい。はい。はい、OK。OK? なんか、たくさんフリップリプリしてましたね。OK。はい、じゃあ、これを提出します。ちょっと途中でね、いろいろハプニングがありましたが、Python で一回提出して、まあ、なんかダメな気がするので、パイパイで出し直しましょう。あ、意外と大丈夫いやいや、ほらほら、止まっちゃった。TLE ですね、これは。 じゃあ次、パイパイで出しましょう。まあ今回ログつかないので、しかも再帰関数でもないし、パイパイならちゃんと倒してくれるでしょう。はい、いいペースですね。おぐっと止まってしまった。んここで止まられると私悲しいよ。止まってしまいましたね。 えーと、なんだっけなんかま、あ、いろんな、うーん。どうしようかな。一つ右に、やってるだけだもんな。えー、向き変える。 でそ,ううん、そうですね。なんか、途中に障害物がなかったらよかったんですけど、まあ、あるんで、あるんでダメです。で、どれぐらいオーバーしてるかっていうと、意外とがっつりね、2200ms って、だいぶどうしようもないぐらい時間かかってると思います。え、じ、え、例えば答えが分かった瞬間に、if now イコールイコールゴール、プリント、 行うブレイクとかエグジットとかしてみたらどうでしょうね。これはもう古速な枝刈りにすぎませんが。一回ちょっと Python3043 だったで固定出5いけましたね。はい。さあ、ちょっと早めに。 リターンするようにしましまたどうなりますかって言ったらうんまあまあそうだよね TV でしたさあどうしましょうかえっ、ー、と時間かかってそのところうん 01BFS かな基本的に左側からやっていってますもんね。<noise> ifnow=" ボール」ですとこれまあいいでしょう。2inH0now 改善されるなら改善したのを突っ込む。 みたいな感じです、ね、ああこれ何度も突っ込まれることがあるえそんなことない改善はそんなにしないはずだから大丈夫です大丈夫ですよね うん、大丈夫なはずだ。大丈夫なはずです。じゃあ、だから、これは、どうしようないですかね。まあ、4×A×W2 がでかい気はする。これは何とかできないものかということで、引き返すことはないから、向きを二通りにしてみますか。で、この二通りっていうのは、 これ DX とか DY の空気にしましょう。はい。で、えー、っと、なので、えーっと、最初の2つだけでいいのか。向きは両方こうやるから、これ、これだけでいいわけですね。 d インデンチこれは d. dd は反対側なんで、また d1 です。d2 は d 足す1%にです。で、g インド ij インド ijd2 にえっ、ー、と変を引いといて、ni、ni、小なり0、1これに関しては、 二回同じことをしましょう。こうですね。まずこれして、not, この辺外側に出ているのでなければ、だし、and, s, s ni, nj, イコールイコール、チェンならば、こういうふうに、点を追加して、点とか行き先を追加してあげましょう、みたいな。で、今度は、ni, nj を、 反対側に送りますっていうふうにしてあります。はい。こうするとちょっと減りますね。インデックスも2でいいでしょう。はい。リストも2個でいいです。で、やると頂点が半分に減るので、計算量も半分に減って、半分に減ると劇的かもしれない。うーわ、間違えた。はい。Python 304 3ントパイ。こちらを、えい、えい おオー,おーリストアウトブレンジ ?EMAX043.py。あー、スタートはいいです。じゃもう一回やりましょう。p y 4 3 0ットパイ。はい、いいんじゃないですか ?0。素晴らしいね。0ですって。えー、そうではなくてですね。我々がしたいのはそういうことじゃないんですよ。 うん、ゼロになってしまうのか。なんででしょうか。nij の判定はしてますよね。で、ij continue とかもしてる、うん。これ全部ゼロになるんですかえー、っと。 これがまあゼロになっちゃいます。こちら,こちらはもともとロですね。こちらは 5?4? んか変ですね。そうな,なんか変です。えっと、NINGA に関して D が2通りなのはいいでしょう。OI に2。DXDI、うん、もまあこんな感じでいいと思いますよ。NINGA もはいはい。いいんじゃないの いいんじゃないのなんで怒られちゃうんでしょうかうん。えー、っとね、これはわからんくなってきたよ。H1 に。は H、G、J。この時はプリント。 プリントナウディストカッコナウト。はい。e shell, π, パイソン 3, 0, 4, 3だとイ。これ 0, 4, 3だから今日はまだもう一度があるんですね。はい、うん。これは分かりづらいから、この2のやつでやっていきましょう。はい。全部0だなぁ。18から3に行ける。18って言ったら、4で割ると4ですね。 だから、1、1か。1、1ですね。1、1、1、一か。いきなり1、1に来られてもな。3,0の方はわかるよ。3は0、0,0だよね。0,0の。あ、違うな。あ、2であるのか。だから、18は9ですね。9って、3、だから、2、9、9か。 9ってあるんだけど、あ、スタートか。はいはい。で、3っていうの一1、10、01かな ?01 か10なんだけど、あ、じゃあ3、3か。3は2で割ると、1で、1だから01ですよね。01になっているようなんだから、H とか W って1引いてはるはずだから、 あえー、まあ、1は引かないのか。でも、スタートとかゴールは1引いてるはずなので、スタートが、スタートそこですよね。えー、っと、ああ、あれか。スタート、こ,こだ。ここで5しないといけないんだ。はいはい。はい、2になりました。よしよしよし。0になって、これが5ですね。OK。プリント。 はい。ちょっとこれ出して、行きましょう。crypt.egg で 013.py。よろしくお願いします。pypy3 パイパイで出します。はい。これで半分ぐらいになってくれて、出してくれればいいんだけど、どうでしょう。おー、なんか、ちょっとずつ進んでくれてる。よかったよかった。 ああ、いいんじゃないですか。多分1秒覚えとかで。あ,あ1790目線のギリギリセーフで撮ってます。良かったです。はい、じゃあ最後44問目星3。なのでパッパッと解いてみましょう。シフトエンドスワッピング長さ n の整数列 n が与えられます。以下の9個のクエリを順に処理してください。ti =1 の時、数列の第 x 項の値と第 y 項の値を入れ替える。スワップ ti =2 の時、数列を右方向にシフトする。 すなわち、an を、こう、一番最後のやつを一番先頭に持ってくるってやつですね。で、t が i コールするとき、数列の第 x 項の値を求めると。これは、まあ、簡単で、まず、a なん、数列 a が今何個シフトされたかっていうのを覚えとけばいいですね。はい。それだけです。あとは他のやつは、あの、ちゃんとうまく調整してあげれば OK ですね。 で、a イコールリストのマップのインプットのインプットロットスプリットです。で、a, a 自体動かしません。ただ、どれくらいシフトしたかを覚えておきます。で、for, なんとかにレンジ n q, t, t, x, y をもらいますね。はい。で、何をするかっていうと、えー、っと、if t イコール1みたいなやつやらないといけないと。f t イコールイコール1のとき、 のあたりですね、だから、リアル、本当の x とか y の値っていうのはシフトしているんで、x- シフトです。えっと、1つ右にずれると1、1がえっ、ー、と、1の場所にあるのは、だから2の場所にあるのは1になるので、シフトの逆ずらへないといけませんね。だから、x インドは x- 引くシフト。なので、 x とか y もともと1インデックスなので、それは、あの、0インデックスに戻しておきましょう。はい、x シフトパーセント n.y インドも、そう。で、a カッコ x インド、a カッコ y インドは、a カッコ y インド、a カッコ x インドです。オッケー。はい。で、if t、Shift、イコールイコール2のとき、んですかシフトする。シフトプラスイコール。1。はい。 if t イコールイコール3の時のにどうかっていうと、それの x コインを求めるだから、x インドは x、x 引くシフト、パーセント n プリント a カッコ x みたい,いインドですね。はい、じゃあ、これをやっていきましょう。はい。2ではないよ。え4なんだけど、 これは、はい。こういうときは、毎回、プリント、プリント、A とシフトです。はい、こうですね。まあ、A は変わってない。変わらないことはないはずで、えー、A はシフト、スワップを何回かするはずだから、スワップは効いてないな。なんででしょう。 A カッコ X インド A カッコ Y インここ X しくなってないこうですねはいようになりましたよかったですプリントはい次はこちらはい18よーしこちらはこちらはちゃんと入力出力がたくさんありますね44 21 34 6385 63213496OK、OK、Crypto.exe 044.py よし、じゃあ、提出です。これは普通の Python で全然大丈夫。提出、スト、N ですもんね。はい、じゃあ、えっ、ー、と、何やかんやで1時間ぐらいかかっちゃいましたね。なんか、実は星7じゃなくて、星4に一番手こずるっていう事態になりましたが、まあ、星4ちょっと計算量きつめだったんでね。まあ、だけど、なんとか通しましたということで、お許しください。 はい。で、えー、44の方も今、順調に AC です。はい、ありがとうございました。じゃあ、えー、次は12月12日ですね。明日が12クリスマスですん。本当に、まあ、?12 月の12日です。というわけで、えー、お楽しみにお待ちください。さよなら。